起立！気をつけ！礼！踊りながらの変顔！ということで、ワクワクスクール今日も始まりました！イエイ！みんな、元気してるかーい？今日は、スピードお絵かき！もう覚えた？そう、10秒以内に3つ書く。10秒以内に3つね。そう、今日はどんなお題なのかな。まあ、例えばさ、白いもの、みんな何が浮かぶ？え？豆腐とか？あー、豆腐も白いね。え、何？お家のタオル？あ、タオルはさ、タオルもそうだね。お化けとか白いもの意外にパッと出てくるんじゃない？あ、ちなみに今日みんな僕もやってみるよ、私もやってみるよと友達は紙とかさ、鉛筆とかペンとか持ってきて、それでじゃあ見てるよってお友達はお兄さんが何を書くのか当ててみて。スピードを描くよね。スピードが大事だから、お兄さんすぐ書けるように準備してます。さあ、お題お願いします。早いもの。早いもの。色じゃないの？色じゃないの？ちょっと待って。いいですか？ちょっと待って。だってさ、みんなもびっくりしたでしょ。だってさ、スピードお絵かきさ、国があって色があってさ、早いもの。早いものでしょ。いきますよ。待って、みんなのために待って。そうだよね、早いよね。みんなもわかんないよね。お兄さんは大体もうこれかなと思ってるけど、みんなはわからないよね。あー、お腹かいたいからちょっと待って。あー、めっちゃ早いもの、よーい、スタート。嘘。今日早くない？今日の10秒早くない？絶対今日は8秒ぐらいだよ。今日絶対かけると思ったのに。嘘書いたから、これじゃないんだよ。これじゃないんだよ。でもさ、みんな、いいかい？お兄さん、すごく大切なこと言うよ。よく聞いてて。このスピードお絵かきで一番言いたいことは、人生はあっという間に過ぎていくんだよ。だから、思ったら踏み出す。まず一つ目。大体一つ目はね、もう、大体みんなわかるの。これ、一つ目。イルカ？イルカじゃないよ。イルカっぽいね。イルカだよ。あれ？イルカに見えてきた。ちょっとイルカっぽいね。イルカよりももっと速い。イルカよりも速い。ほら。これは口じゃないんだよ。ちなみに海にはいない。海にはね、ものすごく速くて、ヒューッヒューッ。ほら、ここがもう速くて見えないよ。もうお兄さんがここを書かなかったの、速くて見えないぐらいヒューッヒューッ去っていく感じ。お兄さんが言われたら答えは言わないけど、おー、そちゃった。そういう感じ。もう分かってんじゃん。
もう分かったね。これは新幹線。最近の新幹線はここね、ここがこうちょっと尖ってる感じ。これだ。いつもは大体3つにはね難しいんだけど、今日はちょっと迷いが出た。これあれよ、これあのラーメンのナルトじゃないよ。違う。こうやってるのが早くて渦巻いちゃってる感じ。ポイント、ここ、これね、こう尖ってる鳥だよ、ね、これ、こちらにさ、ヒントを出すと、これで分かったの。これ足なの、足はポイントだ。鳥って飛ぶでしょ、大体。だけど、この鳥は走るの。ものすごく速く。タタ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 タ。足。もう分かったね。分かった。そう。これは、ダチョウです。ダチョウ。もう唯一の反省点としてすればここだな。ここ。足をね、もうちょっとね、こううまく描きたい。これは何を描いたんでしょう。何？もう誰でも分かるって。家？家じゃないよ。イメージ。早いのか。早くて。おぉ。これを。これイカじゃない。イカで、足じゃない。足で動いてない。これ、ほら。これがさ、こうなって、ドーン！多分ね、お母さんと一緒をよく見てたら、多分気づいたんじゃない？これ何だっけ？クレヨン。クレヨンに？いつかは飛ぶからねで、ほらクレヨンのネットとのよねクレヨンのネットとのよねもう分かったでしょ。そう、ロケットだよ。 5 4 3 2 1。みの何書いた？じゃあさ、僕が書いたの最後にもう一回見てみよう。新幹線とダチョウとロケット。みんな他にさ、速いものって何があると思う？生き物ですごく速い生き物。チーターとかさ、あとは飛行機とかも速いんじゃないかな。あと何があるかな、速いの。みんな分かった？みんなもよかったらさ、速いもの書いてみてね。ワクワクスクールではみんなが描いた絵を募集します。みんなのね、大好きなものでもいいし、迷ったらね、お兄さんの顔でもいいよ。何でもいいから好きなこと書いて、ワクワクスクールに上げて、インスタグラムで募集をするんで、お家の人に手伝ってもらってね。みんながね、送ってくれたものは、このワクワクスクールの中で紹介したいと思います。ハッシュタグ、ワクワクスクールってつけてね。みんな、たくさんの応募、待ってるよ！カエルの歌が聞こえ
それじゃあまたねー。グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。